勝正則5月21日から1957年11月11日は、日本の大倉官僚、政治家、衆議院議員、定審大臣、福岡県出身、元小倉藩士、勝平八郎の長男として生まれる。豊津中学、第五高等学校を経て、1905年7月、東京帝国大学法科大学法律学科を、卒業。 園務局属県大倉属となり、横浜市を無局県、理財局国際課勤務となる。同年11月、文官高等試験に合格。1906年12月、税務監督局事務官、大阪税務監督局勤務となり、以後、税務行政を担当する。1907年5月、松江税務監督局,局長に就任。さらに、 県松江潮務局長、長崎税務監督局長、鹿児島税務監督局長、長野税務監督局長、税務監督官、東京税務監督局、函館税官長、仙台税務監督局長、大倉書記官、主税局国税課長、県大倉省参事官、東京税務監督局長、海外中札財務官、県米国大使館付などを歴任。 1924年10月、東京税務監督局長となり、1926年11月に辞職。同月、東京市条役に就任し、1927年12月まで在任。その後、政界に転じ、1928年2月、福岡県第4区から第16回衆議院議員選挙に出馬して当選し、 立憲民政党に所属。以後、1942年4月の第21回衆議院総選挙まで連続6回当選した。1929年7月、浜口内閣の大倉参与官に就任。岡田内閣では、1934年7月、商工政務次官となる。1938年4月、民政党幹事長に就任。 1939年4月、民政党幹事長を辞任。1940年1月16日、与内内閣の定心大臣に就任した。その間民政党総務も務めた。翌3選挙では、翌3政治体制協議会員となる。その後、翌3政治会常任総務、大日本政治会総務を務めた。戦後、日本進歩党に属したが、 公職追放となった。1951年8月、追放解除となり、その後、日本再建連盟顧問、九州鉱山会長、日本実業取締役などを歴任。民政党内では有数の財政通りとして知られ、税について造形が深かった。官僚時代、政治家時代を通じて、脳裏型というより、親分肌の人物として知られた。 ありがとうございます。